さあ注目両チームのスターティングメンバー選手の入場です。さあそして今入ってきた判断が早いですよね、はい、関根1対1クロスボール、大久保が防いだ。浦和は決定機、大久保が飛び込んできました。高さがありますから警戒しないと。ゴール中央に来た、セカンドボールは浦和、いいところ取りましたよ。清水カウンターだ、数的同数ではありますが二塁が運ぶ、いい動きしましたね。宮本選手左足のシュート、守った鈴木在庸。清水のカウンターフィニッシュまで行きましたが鈴木在庸です。前選手ですかね、対応してたところにプレスバックでボールを回収しましたからね、コロリが剥がした、北川に渡した、右足のシュート、コロリ運んで、そして北川仕留めた。今日先発の北川光也、およそ1ヶ月にな試合で決めました。マイナス含め最後まで対応すること、サイドの幅を使うこと、そして残り45分のチャンスですね。大久保だ、こぼれてきた、決めました。秋元が決めた。オフサイドありませんか。旗は上がっていません。後半の立ち上がり、浦和同点ゴール、秋元で追いつきました。さあ運んでいく秋元、コールキーに出た、荻原左足のクロスボール、秋元のヘディングシュート、大久保で防ぎました。白崎と乾のダブルボランチに変わっています。縦パスで前を向いたカルリーニョス、まだ行く、左足のシュート、カルリーニョスがここで突破。酒井のボール、ヨセ君が体をうまく入れて前を向きました。そしてチアゴサンタナへ、ニブラーテントの1対1、中にはオセフンが走ってきた、オセフンのヘディングシュート、サンタナとオセフン2人の関係。紫少し運んで縦で乾がかわした、乾が折り返した、こぼれてきたボールは浦和が拾う。いやそして一発で便線が抜けた、このボールは決定的なチャンスでしたが、ブライアン・リンセン。そしてここで試合終了のホイッスル。 B グループのグループステージ最終節は清水対浦和引き分けに終わりました。